それではハイライトシーンご覧いただきましょう。寺田さんとともに振り返っていきます。まずダブルスが大きくこの団体戦の勝敗の数勢を決めるといいますが、平野とチャン選手、中国からやってきたチャン選手、左利きと右利き、このコンビネーションも相まっていい感じのコンビネーション、ね、はい、相手の得意をさせない感じのコントロールのサーブとレシーブではすごく有効だったと思います。はい、ダブルスは取りました日本生命。そして第2マッチが前回の戦いで手前の森が取ってるんですよね。はい、日本生命が取ってるんですが、帰ってきた日本ペイントのエース加藤、はい、加藤選手初参戦で初勝利されて、はいはい、喜んでると思います。そうですね、森もこの会場を盛り上げるガッツを、ね、見せてくれました。これも本当紙一重なんでしょうね、戦いは。そうですね、点数的にも、ね、はい、接戦だったんで、はいはい、バックドライブがすごく有効でしたね。はい、そして1対1のマッチカウントからは第3マッチは早田、早田も強い、しかもリーチがある。ブロックも良、ね、はい、かったですし、フォアのドライブもサーブも、まあ、はい、本当にいいボールなので、はい、もう穴もなかったですし、はいはい、ベテラン32歳のウォン選手、ワールドランキングでも上位に入れている選手なんですが、なかなか卓球をさせませんでしたね。そうですね、はい、そしてコンビ三浦ひな平野が登場。このマッチは松平の王子サーブ、1回ありましたかね、2本連続ね。そうですね、松平が取れたのは、はいはい、もう圧倒的なレシーブ力と、はい、ラリー力と、はいはい、村上3球目力で、はいはい、素晴らしい試合でした。はい、これでマッチカウント3対1で日本生命が取りまして、神奈川を追いかける勝利を挙げました。ご覧のような黄色い文字が勝利したマッチです。4マッチハイライトをご覧いただきましょう。石川佳純抜きで勝利した石川が来たら、またねもっともっとねパワフルになりそうですね。はい、ダブルス浜本ドゥ、日本ペイントは加藤フォンで戦い合いました。まあ、加藤もフォンもダブルスのこのコンビネーションの経験がねやや数値的に少なく、まあ、検討はしましたけど、ちょっとこうコンビの微妙な欠点をうまくついてきましたよね。そうですね、はい、第2マッチに行きまして、こちらは寺田愛さんが最も気になる神戸松蔭女子学院大学卓球部、内波が出てきました。内波はランク的にはかなり上のね遠選手、相手にいい試合を挑みました。はい、サービスが効いてる間は本当にいい試合してくれたと思うんですけど、はいはい、そして今日の絶叫ナンバーワンですね。そうですね、はい、はい、1番です。寺田さんは気合も教えてます。はい、はい、立ち向かうこの姿勢は本当に立派でしたね。で、第2マッチまで取られましたが、エース加藤、今日ダブルスに続いて2試合目、相手は世界ランクでも14位のドゥです。ここも接戦に次ぐ接戦。そうですね、フォアとミドル狙われたんですけど、はい、加藤さんは、はいはい、そこを我慢して、はい、しっかり点数に結びつけてましたね。はい、ゲームは取って取られて取って取られて、で6対6から始まるファイナルゲームまでもつれ込みました。はい、加藤が取りました。でマッチカウント2対1、木下アビエルリードして、第4マッチは森園と田代、監督さんおっしゃってました、うちは若いチームだから若い選手で蹴りをつけてくれて本当に嬉しいと。はい、ここも最後はもうね自分の得意な駆け引きよりもバック対バックのね。そうですね、コンカールでしたね。はい、田代さんは本当にバック対バックが得意なので、はい、そこから、はい、ミドルにちょっと崩されたところをフォアで行きたかったんですけど、はい、ちょっとバックだけになってしまいましたね。あ、
ど、この差は本当にちょっとだけだと思います。戦い終わった高砂市総合ダブルスに新加入の左利きチョン・ジヒを配したことによって初めてのコンビネーションなんですが、はい、日本生命の難敵2人に対して先手は取られましたが、はい、特にチェンの流しレシーブね、最後のこれですね、はい、もうこの2本、はい、1本じゃなくて2本いったこのね、はい、思い切りの良さですね、はい、はい、フィードから2本ですね、そしてチョン・ジヒが、はい、最後の1本ね、はい、決めました。第2マッチは若手同士、はい、22歳と21歳、はい、第1ゲームは前田が圧倒しました。しかし安藤美奈美、これタイムアウトもうまくいったんですよね。うまくいきましたね。そしてあの新井監督の熱いアドバイ ス、あのね、先ほどのインタビューでもありましたけども、はい、その通りにやったらうまくいったと、はい、本当にね、その通りだったと思います。そうですね、はい、これでサイドラインベンチと選手の一体感が生まれますよね。そうですね。で、まあ、現状の流通しているランキングでは早田ひなが優位なんですけど、女神が奮闘しました。はい、食らいつきましたね。はい、2ゲーム取られた後2ゲーム取り返して、はい、あわやという早田を脅かしたんですが、最後は走り方が速かったですね、はい、やはり最後は徹底したミドル攻めに戻りましたね、はいはい、そこが勝利を分けたと思いますね、はい、早田選手はさすがでしたね。そうですね、はい、多分ビクトリーマッチにいていたら早田が出てきていたに違いないですね、はい、違いないですね、はい、やはり連勝がまだ止まってないですので、はい、そうですね、はい、なかなかワンゲームを早田から取るのも大変ですもん ね、はい、今ではね、そこを2ゲーム取ったんですからね。そうですね、さあそして第4マッチ、はい、どちらもこのボーイッシュな、はい、勢いのあるもう男性のようなパワーも持っている2人が、そうですね、それがなかなか出せる、ここですね、このファインプレー、このファインプレー、ここが決まった勝因ですよ ね、 ねこのファインプレーはすごかったですね。それ以降ジャンのところへフーンが行くんですよね。そうですね、はい、何か卓球の女神がね、チェンのあのファインプレーを称えたような試合でした。最高のあのバックそれではハイライトシーンをご覧いただきましょう。ダブルスは2試合続けてチョン・ジヒが加入した名古屋はチェンとのコンビネーション、木下アビエルもドゥと浜本強いダブルスなんですが、相手のバックをついたりいい卓球を見せまして、順調にスコアを伸ばしていきました。取りました。ダブルス取ると大きく優位だということで、第2マッチは若い安藤、そして日本のエース格石川佳純、石川ワンゲーム先取されましたが、西井美幸さんのコメントがビンゴ、2ゲーム以降はやはり石川が強い、対応能力が違いますね。そうですね、戦術の幅ありましたね、はい、バックを有効に使いましたね、相手のバックを突く、はいはい、卓球のコース、要所要所このフォアにも持っていってですね、はいはい、揺さぶりました、はい、卓球台を広く使う技術はさすがですね、はい、そして第3マッチはチェンとドゥ、香港の代表選手とチャイニーズ台北のチェン、チェンは名古屋のエース格、今日はかなり昨日の戦いよりは立ち上がりから気合が乗ってました。そうですね、はい、この最後の一本素晴らしかったですね。そうですね、あまり気持ちを表さないんですが万歳してましたね、はい、ここまでは順調でした。そしてここもまあ勝ってほしいなと願いつつ、2ゲーム取られた後2ゲーム取ったそうね、はい、はい、ファイナルゲームまで進んでいきました。特に 3,4 ゲーム、第4ゲームとカットのコースも浮かないように浮かないように、はい、そして終始このサーブ、こ
攻撃ですね、はい、これよく決まってましたけどね、本当に素晴らしい試合でした、はい、今の両手を卓球台に、ね、乗せる仕草、悔しさがにじみ出ていました。そしてビクトリーマッチはユエンが連戦、チョン・ジヒはダブルスから3マッチ空いてるんですよね、はい、でウォームアップがなかなかできない、はい、人選を相手に見破られることは許されませんので、汗のかき具合も勝敗に西井さん影響したと言わざるを得ませんね。そうですね、分も悪いということを、はい、新井監督話していましたから ね、全てのゲームのマッチのハイライトを VTR でご覧いただきましょう。では森本さん、まずはこのハイライトとしてダブルスになりますよね、はいはい、そうですね、やはり両監督も話してたようにですね、このダブルスっていうのはこの T リーグにおいては非常に大きいポイントだと思います、はい、まあ、その中でやはり木下ビエルの長崎選手と木原選手ですね、ペアが、まあ、やり慣れたといったペ、まあ、ペアリングですね、いいペアリングを見せたと思います、はい、一方やはり徳永屋の方がですね、まあ、初めてのペアリングということで少し硬かったかなというふうに思いますね。競りましたけれども、やはり最後のこの意思疎通というところで、はい、まあ、ちょっとミスしたのはもったいなかったですよね、まあ、本当果敢にこう挑むといいますかね、はい、あのそういったこのまさにこの中学生と高校生のコンビですよね、はい、そうですね、思い切ったプレーしてましたね、はい、長崎と木原、これからの日本の未来をね、はい、女子を初期学生の選手ですよね、次世代の、はいはい、そうですね、選手ですからね、まあ、そしてその若い力がこの石川選手もね、はい、それを、はい、そうですね、インタビューでも、はい、話してましたけれども本当に圧巻の試合ですよね、もうスケール付きがなくですね、石川選手もらしさですね、いいプレー光りましたよね、はい、まあ、相手もウー・ウィンナムという香港の、ね、はい、選手、はい、そうですね、サービスにおいてもレシーブにおいても優位に立つことができましたので、もう思い切ったプレーですね、非常に素晴らしかったと思います、はい、まあ、本当に相手に点を与えないといいますかね、はい、あのなかなかウーもですね、はい、まあ、どこでこうチャンスを作ろうかというところ で、はい、まあ、そのままで終わってしまったといった、はい、形だと思いますね、はい、何か寄せ付けないこの雰囲気を感じさせる、はい、そうですね、まあ、世界ランク3位のですね、はい、まあ、実力と言いますかね、そうですね、やはり T リーグにおいて自分も成長できているというコメントありましたけれども、はい、本当にこう、まあ、ハードスケジュールの中ですね、はい、この T リーグでレベルアップしてるっていうのは本当石川、石川選手素晴らしいなというふうに思いますね、はい、マッチカウント、ゲームカウント3対0、まあ、そして第3ゲームは、まあ、共に外国籍選手チェン・イーチンとドゥ・ホイカンというその選手同士の対戦ということでね、はい、そうですね、1ゲーム目ですね、まあ、リードされてる中チェン・チン選手がタイムアウトを取りました。そして1ゲーム目を取ったんですが2ゲーム目以降ですね、ドゥ選手がサービスであったレシーブの戦術を変えてですね、そしてアグレッシブルなプレーですね、非常に良かったと思います。なかなか、まあ、チェン・イーチもですね、はい、第1ゲームは取ったものですね、はい、そうですね、やはり自分のサービスとですね、バック対バックで点数取れなかったのが非常に苦しい試合だったと思いますね。なかなかこの自らの攻撃といいますかね、はい、こうですね、受け手に回ってしまうようなね、自分が思ったようなプレーができてなかったので、はい、まあ、そうさせなかったんですよね、やはりドゥ選手が、うん、先にしっかりと攻めることができたドゥ選手ですね、はい、あとやはり木下アビエルが2対0で勝ってましたので、いい流れでドゥ選手が試合をすることができましたね。そしてその選手のプレッシャーという面でもやっぱり 2-0 で迎えるというのは、はい、そうですね、ジェイチ選手もやはりプレッシャーを感じてたと思いますね。もうジェイチ選手は負けられないという段階で送り出されるわけですからね、はい、まあ、そして 3-0 で勝利を決めた上でのこの第4マッチ、はいはい、そうですね、まあ、浜本選手が1ゲーム目からですね素晴らしいプレーを見せてくれましたので、はい、まあ、1ゲーム目の入り方がですね浜本選手非常に良かったです。
投げ上げサービスをして安藤選手のバックを封じさせてですね、しっかりと両端緩急つけたドライブ攻撃、非常に良かったですね、はい、安藤選手はやはり持ち味であるバックハンドと打球点速いスマッシュで点数をそこまで多く取れなかったので、まあ、浜本選手がですねその前にしっかりとドライブできたので、まあ、これもやはり流れというものですかね。まあ、この本当に今日ハイドといいますかね、はいはい、このサーブを有効にですね、そうですね、はい、しっかりですね長いサービス、あとバックではなく、はい、競ったところではフォアミドルに長いサービスを出してですね優位に立つことができましたので、まあ、浜本選手が思ったような試合運びだったと思いますね、はい、そしてやはり憲伸総監督も、まあ、あの来てくれたということで、まあ、チーム一体となってですね戦うことができましたね、まあ、勝ち切るというそんなね、はい、若宮さん、まずはダブルス、今日はあの新鮮なね、はい、初ペアがこちら日本ペイント、はい、加藤と松平、出だし素晴らしかったですよね、はい、積極的に攻めていました、はい、熟練のチャンとジャンに立ち向かっていきました、はい、そうですね、はい、このまま行くかなと思ったんですけれども、はい、やはり、熟練のペアが強さを見せましたね、すごいですね、はい、うろたえなかったですね、はい、落ち着いてました、はい、で、第1マッチちゃんとジャンがダブルス取りまして、インタビューに出ました前田がリ・ホチン、格上ですよね、はい、格上の選手ですね、はい、ランキングでは格上なんですけど、キンキンの試合では取っている、はい、まあ、これレフティーであるっていうのもいいんじゃないかと、そうですね、まあ、前回勝っているということでまた今回も勝ちたいと力んでしまうところをしっかり自分を抑えて、はい、最後に爆発させて素晴らしい内容でしたね、今も集音聞いていただけましたからね、はい、絶叫でしたね、絶叫ですね、そしてこの強いジャンの相手が日本ペイントの期待の星16歳、はい、相馬夢乃です、はい、カットマンです、ジュニアの期待選手ですね、はい、世界ジュニア3位に入っていた選手です、よく頑張りました、はい、要所要所でしっかり自分らしいプレーを見せて攻めてくれましたね、これなんとねゲームを全てジュースなんですよね、そうなんですよね、ジャンをうろたえさせるような試合でした、そして 3-0 で日本生命の勝利は確定しましたが、第4マッチは加藤美優が今お見せするように意地を見せました、はい、特に若宮さんも絶賛したのがラリーですよね、そうですね、チェーン選手が攻めて攻めて攻めているんですけど、それを負けじとブロックし続ける加藤選手、はい、素晴らしかったですね、そうですね、今日の4マッチを画面を通じてご覧いただいていたら、いかに卓球が 4-0 でさえ 3-1 でさえ、はい、どっちが勝ってもいいようなクロスゲームなんだっていうのが分かりますね、はい、そうですね、勝ち負け関係なく内容が面白いですよね、中学生高校生の活躍もあってと、はい、木下アビエル神奈川見事な4連勝となっています。それでは今日の試合の全マッチのハイライト VTR でご覧いただきましょう。木下アビエル神奈川と日本ペイントマレッツの3回目の対戦です。まず最初のダブルスです。長崎木原そして松平加藤のこのペアの対戦ということになりました。森本さん、はい、はい、そうですね、やはりあの、まあ、T リーグにおいてはこの第1マッチダブルスが、まあ、重要とされてますので、まあ、その中で、まあ、長崎選手と木原選手の持ち味がですね十分に出た試合だったと思いますね、はい、まあ、昨日このペア長崎木原は T リーグで初めて勝利を飾ってという、はい、そんな勢いもあって、はい、まあ、先輩格ですね、はい、やはりラリーの中でもしっかりあの自分のやることがですねちゃんとできてましたので、はい、勝ったということは非常に大きいことですね、はい、そして第2マッチ登場したのは浜本、そして日本ペイントマネットの方は相馬、はい、こちらも高校1年生なんですよね、はい、そうですね、相馬選手もジュニア選手としてですね期待されている選手です、はい、その
中でこの試合ですね、本当にどちらが勝ってもおかしくない試合内容だったと思いますね。まあ、相馬選手もいい試合をしましたけれども、最後のやはり競った場面での一本が遠かったなというふうに感じました。はい、浜本選手も、まあ、カットに対してですね、非常に苦しい勝ったと思うんですよね。我慢しなくてはいけないところがありましたので、はい、まあ、その中で打ち急いでましたけれども、最後の最後はですね、しっかり気持ちを落ち着かせてですね、打つボールを打ってっていうことで、やはり気持ちの勝利だったかなというふうに思います。はい、まあ、相馬選手はカットマンですのでね、はい、本当に我慢比べのような場面が多く見られた、はい、そうですね、はい、本当にこの試合もお互いに良さが、はい、出てましたので、非常に見応えのあるいい試合だったと思います。はい、まあ、相馬選手にとっても、まあ、結局 2-3 で敗れてしまいますが、はい、非常に大きな経験になったかなとは思うんですけどね、はい、大きな経験になったと思います。そしてマッチカウント 2-0 で迎えて第3マッチ、後がなくなった日本ペイントマレッツは加藤美優選手が登場しました。はい、そうですね、やはりまあ、苦しいチームが苦しい状況の中で、まあ、加藤選手のガッツあるプレーですね。まあ、加藤選手なんといってもしゃがみ込みサービスからの攻撃得意としてますが、ユエン選手が、まあ、レシーブが良かったですね。まあ、非常に苦しい中で最後ですね、競った時に加藤選手思いっきり、まあ、強気なプレーですね、ここがやはり勝ちに結びついたかなというふうに思います。まあ、ユエン選手もですね、やはり昨日、まあ、日本に来てですね、まあ、コンディションの部分で、まあ、ベストコンディションではなかったかもしれないですね。まあ、非常にユエン選手、Tリーグのシングルスで一番勝っている選手ですからね。はい、まあ、その選手に本当加藤選手は挑まなくてはいけなかった状況です。はい、そうですね、はい、その中で勝ったっていうことは、これからですねのやはり日本ペイントのチームにとっても非常に大きいことだと思いますね。はい、マッチカウント 2-1 で第4マッチが石川選手とそしてリホチン選手という対戦になりました。はい、そうですね、日本ペイントの方がいい流れで第4マッチ行きましたけれども、さすが石川選手ですね。1ゲーム目の1本目からもう気合入った攻撃、はい、そしてその1本でもう流れをぐんと自分のところに引きつけました。はい、もう1ゲーム目は圧巻な試合内容だったと思います。ただリホーチン選手も少しずつタイミングをですね、はい、合わせていきまして、レシーブと3球目攻撃も積極的に攻めましたけれども、はい、まあ、石川選手もですね、サービスの種類を変えたりですね、コースを変えたりですね、さすが世界ランキング今3位の選手ですね。実力通りのもう圧巻したプレーですね、光りました。素晴らしかったです。これぞ石川佳純という力を見せてくれましたね。はい、そうですね、やはり石川。今日貝塚市立総合体育館で行われました日本生命とトップオトメピンポンズ名古屋のハイライトシーンです。監督はこのやはりダブルス第一マッチがキーだったというふうに言ってましたね。というのもワンゲームオールまで行きましたもんね。そうですね、はい、初めてのサマラさんと、はいはい、ジェン・チェン選手のペアでね、はいはい、いいコンビネーションを見せてくれたんですけど ね、最後にはね、この6-6からの大変なところはまた昨日に続いてジャンが勝負どころの一撃で仕留めるシーンがありました。で、ダブルスを取りました。第2マッチは若手同士、同世代の森と安藤、これもいい戦いでしたが、森が終始流れを譲りませんでしたね。そうですね、サービスと3球目でね、はいはい、押していきましたね。はい、ただ傾向を変えたい名古屋は、シングルスデビュー森薗美咲26歳、国際的には格上のジャンホイ相手でした。森薗さんの頑張りはどうでしたか。そうですね、サーブを要所要所で、変えていったり、フォア回り込みドライブが、はい、有効だったと思います。はい、こちらも終始リードを許さず、なんと3-0ですもんね。はい、はい、これは立派な戦いでした。そしてインタビューを受けた前田美優は第4マッチ、こちらの相手に流れをほぼほぼ渡さず、
完勝と言っていいんですかね。そうですね、あの2セット目からは本当にレシーブで先手が取れるようになって、はい、あとサマラ選手のフォアに大きく動かすことができたので、はいはい、先手取ったまま、はいはい、勝利に結びつけれたと思います、はい。昨日の試合では勝利をした後も涙を流すような、ね、シーンもあったんですが、はい、今日はなんかしっかりと自分を持って戦えたと話をしていました、はい、嬉しそうですね、はい、ご覧。それでは今日の4マッチのハイライトシーンをご覧いただきましょう。第1マッチ、長崎、木原、この若干16歳、14歳のコンビが、まあ、熟練の2人をね、翻弄していくんですよね。そうですね。いいチキータでした。はい。このダブルスのコンビも、このところ絶好調なんですよね。そうですね。で、まあ、野島 T リーグ自体が、ダブルスを取れば勢いがつくという流れの中で石川自身も言ってました、はい、いいバトンをもらったと、はい、完璧ですね、はい、最初のスタートダッシュが、ね、素晴らしかったですね、サーブからの展開だったんですけど、はいはい、寄せつけずにね、はいはい、今日はもう卓球をさせてもらえませんでした。そうですね、それぐらい凄みのある試合でした、はい、そして第3マッチは名古屋のエース、世界ランク5位の経験もあるチェンに長崎が第一ゲームは取られたんですよね、はい、そこからの過程褒めてあげていただけますか。そうですね、あの2セット目、ね、大量リードから、はいはい、あの我慢して、ね、1本ずつ1本ずつ挽回して、はい、2セット目と挽回勝ちしたのが、はいはい、勝利につながりましたね、はい、あとはフォア前のサーブを、ね、思い切ってチキータで回り込んでいったのも勝因だったと思います、はいはい、そして第4マッチは韓国で、選手権を取って日本に帰ってきたソヒョンが1ゲーム取りました。はい、しかし円も逆襲。そうですね、はい、あの蘇選手前回負けたのを、はい、あの課題にして、はい、円選手 の, あの嫌なところ嫌なところコース取りしてたんですけれども、はい、それに対して円選手がしっかり対応して、はいはい、最終的にはね、あの円選手ファイナルゲームが来ました、はい、そうですね、あの本当にいい試合でしたね。フォアの前にまたミドル行ってますよね。そうですね、でも今日は本当にどっちが勝つか分からなかった。そうですね、次の試合はまた分かりませんよね。そうですね、また楽しみにしたいと思いますね、はい、今日の試合、ね、やっぱり早川選手さんですね、求めるお客さんやっぱ多いですよね、はい、さあでは VTR です。ダブルスの最初の第一マッチ、やっぱりこのダブルスが大事だというのはもう間違いないところですから、このしかしチェンとジャンのコンビはこれはもう世界レベルのコンビと言っていいですか。やっぱりそうですね、はい、で、まあ一つはやっぱりコミュニケーションというのもダブルスにとって非常に重要なので、まあ、松平選手とですね、ジャン選手ですかね、リホンチン選手ですね、はい、やっぱコミュニケーションをこれからどのように取っていくかというのが課題になってくると思います。なるほど、はい、逆に、ね、このジャンとシャンのこのコンビは本当にコミュニケーションもバッチリですもんね。そうですね、はい、まあ、言葉の問題もありますし、うん、その辺2人でやっていくといいペアになるんじゃないかなと思います。なるほど、はいはい、そして第2ゲーム第2マッチがこの前田美優が今日は本当に健闘しました。そうですね、はい、ホン・ヒンウェイ選手は相手に本もね、ただ、さすがというゲームではあったんですよ、ね、ですね、最後は格の違いを見せつけられたという感じでしたけど、はい、前田が大健闘をしてゲームずっと流れを取っていたんですが、はい、最後、一気にフォンが来ました。そうですね、はい、いやこの辺りもずっと前田ペースだったんですよね。そうですね、このプレーゲームですね、はいはい、これもセカンド第2ゲーム第3ゲームの半ば、いや第4ゲームの半ばぐらいまでは行ったんですが、一気に最後本が一気に本当に来ました、はい、そして最後のゲームはあっという間に本が第5ゲームを取るという形になりました。やっぱり5ゲーム目の1本目はすごかったですね。すごかったですね、はい、そして第3ゲーム、この内波とチャン
このゲームは完全にチャンペースでした。そうですね、はい、チャンもね、チャンのこのもう本当にあ、うん、うちも対応はしていってたんですけれども、やっぱりチャンがすごかったですね、このゲーム。そうですね、はい、やはり、まあ、経験値で ここでどのサーブを出したら効くですとか、はい、まあ、そういうのがやっぱり見えた試合でしたよね。そうですね、はい、そして最後は早田でした。リホチン相手に非常に注目されたゲームだったんですが、もう完全な早田ペースでした。そうですね、まあ、本人も初対戦と言ってましたけど、はい、初対戦じゃないようなこの読みですよね。そうですよね、はい、あらゆるパターンを駆使というよりも完全に出して、もう完全にリホチンを翻弄しました。そうですね、はい、いや本当に今日の早田は圧巻でしたね、はい、まあ、リホチン選手もあの特徴がない選手ではないんですけども、うん、まあ、もっと特徴が、まあ、あればいいのかなと、まあ、早田にしてもフォアハンド強烈ですし、はい、まあ、そういうのが今後必要になってくるんじゃないかなと思います、うん、リホチンも世界ランク上位の選手でトップクラスの選手ではあるんですが、はい、今日は本当にそういったところも感じない早田のすごいプレーで3対0でゲームを終えています、はい、先ほどもご紹介しましたが、これ北九州メディアドーム小倉の試合のハイライトシーンをご覧いただきましょう。まあ、絶対的にダブルスを取ればこの団体戦は優位に試合が運べます。 2-0 とは思いませんでしたね。そうですね、大接戦だったんですけど、ね、大事なところで、はい、長崎さんの思い切りの良さが光ったと思いますね、はい、まあ、でも木原がちゃんと後方に構えてくれているから長崎も攻めれるんですよね、はい、第2マッチはシングルス加藤が浜本を圧倒しました。ちょっと浜本迷いがあるというか、今あのベストなコンディションではないようですね。そうですね、もう本当に2セット目勝負だったかなと思いますね、あそこを、ね、取ってればまだチャンスはあったんですけれども ね第2セットが全てだったかもしれませんね、はい、で第3マッチに登場した石川佳純は松平と対戦しました。第2を松平が取る健闘ぶりを見せましたが、第3で石川が力を発揮するんです。こういった構成がありました。でこの王子の逆等々のサーブも来ましたよね。そうですね、はい、それで先手を取って、はい、フォアで決めるというパターン良かったんですけどね、はい、石川さんがしっかり対応してきましたね、はいはい、最後はあのサーブも慣れてきました。そうですね、はいはい、そして第4マッチ、なかなか崩されない牙城のシングルスナンバーワンランキングの円が本に敗れたんですね。もう本選手の戦術が完璧でしたね、はい、そうですね、はい、円のバックを打たせない、はい、フォア前のツッツキ、はい、そしてビクトリーマッチに進んでいきました。石川佳純選手です。もうガチンコの両チームのこの人で負けたらしょうがないという選手、はい、お互いに送り込みました。日差しはね、加藤美優にもあったんですけど、石川が美優化を攻略する相手のキラーコンテンツを消していったと、はい、という部分が大きかったですね。なのでかなり難しいんですけども、はい、とてもいいタイミングで使いますよね。そうなんですよね、はい、かと思えば今みたいにスピードの速いボール、はい、ちょっと変えてくるような形もあって、最後はチャンが飛びました、はい、そして早田とソヒョウォン。早田は今日も 3-0 という形になりました。ただ最初は決して早田ペースでは今日はなかったんですよね。そうですね、うん、途中あの1本スマッシュを打たれてそこから少し崩れた感じがあったんですけども、はい、まあ、よく自分で言い聞かせながら頑張りましたよね。そうですね、はい、自分で言い聞かせて、そして少しずつその対応も自分でその言葉を出すこと、言葉に出すことによってソヒョウォンへの対応をしていくというような形でしたね。そうですね、はい、やはりカットマンと試合すると自分でですね、調整しなきゃいけないことは多々あるので、はい、まあ、そこをよく理解しながらやったと思います、はい、
本当にそのあたりも含めてこの早田はどうなんでしょう。この早田自身、まあ、このシングルス10連勝ということにもなるんですが、はい、この T リーグ自体を通じてもその成長というのはやっぱあったり。